どうも、おずるです。はい、今日はですね、クラクラチャンネル全開催 1VS、これなんて読むんだろう、ベトナム ベトナムの多分クランなんですけれども、ベトナムって書いてますよね、多分クラン名。はい、という感じで、クラクラチャンネル全開催、ちょっと全開催同士の紅白戦しようと思ったんですけれども、マッチング失敗してしまってですね、今普通のクランと戦っているんですけれども、今回当たったクランがもうむちゃくちゃうまい。ということでですね、相手の全開リプレイ、こちらを見て、勉強していきたいなと思っているんですけれども、やっぱりね、感じたのはもう食い火なしでは、全開もう取れないんじゃないかと、いうのをやっぱ最近感じてますね。私も食い火すごく練習しているんですけれども、今回ね、相手のこの攻め手の名前、のび太ですよ、のび太。でね、のび太、名前はどうでもいいんですけど、のび太ですよ。で、ここでうまいのがね、ジャイアントにヒーラーつけてるとこがやっぱうまいなと思って、でヒーラーってこうヒーラーだけじゃないんですけど、魔法の呪文とか回復効果ってヒーローにかけるよりも普通のユニットにかけた方が効果って上がるんですよね。まあ普通にそういう仕様なんですけれども、なんで初めはこうジャイアントにヒーラーをつけておいて、その後アチャークイーンにこう移動させていくといった感じですね。でこの移動のさせ方ももちろん計算済みで、ハウジングスペースですよね。要はその枠が、ヒーローは25体ですので、ジャイアントの枠よりも、ヒーローの枠の方がでかいのでね、ヒーローがダメージを受けたら、ヒーラーがこう移っていくといった形になってます。で、今ちょっと見逃したんですけれども、下の四時方向ではね、バーバリアンキングとその他の仲間たちが、対空砲1本破壊と、あと援軍の釣り出しもこちらで行っております。でそうすることによって、援軍が1回アーチャークイーンの方向に行かずにですね、アーチャークイーンが、このように暴れることができるという感じになっております。でここで援軍がアーチャークイーンのところに到着して、もうクイヒーハイブリッドですね、クイヒーブリッドというやつで、全開を取られています。リクパーとヒーロー2体でね、うまく対空砲2本とその他の施設を結構削っているので、まあ、リクパートももちろんうまいですし、で、ヘイストをうまくね、使って、ヘイストとフリーズ、そしてレイジを使って、うまくソラパート、特にバルーンをね、対空砲、そしてインフェルノターンのとこまで持ってきてるっていうのも非常にうまいです。タウンホール10、もうカンスト赤なんですけれども、壁もほとんどカンストのアカウント、こんなに簡単にこう全開されるとね、かなり悔しいですよね。まあでももうお見事という感じです。で初めのこうバーバリアンキング、あ、バーバリアンキングじゃない。初めのこうジャイアントにヒーラーつけて、でアチャクイーンに移していくところとか、そういったテクニックっていうのはどんどん盗んでいきたいなと思います。いきなりこういった攻め方っていうのはできないと思うんですけれども、まあ一つずつね、こう盗めるものは盗んでいきたいなと思っております。はい、という感じで、前回。今回前回4つぐらい取られているんですけれども、こののび太さんも非常にうまかったんですけれども、このね、6番の、なんて読むんだろうな、ちょっと読み方わかんないんですけれども、この人は、星6取ってます。前回2回ということで、見ていこうと思います。今回もハイブリッドですね。クイヒーからのハイブリッドっていうのがもう鉄板っていうか、このクランではもう、なぞりになぞってね、クイヒーからのハイブリッドっていうのを練習していました。これちょっとね、対空砲の位置が甘すぎるかなというのを感じたので、まあ、次はもうこういったことないようにね、しっかり対空砲の位置は、修正しないといけないんですけれども、しっかりねクイヒーここからゆっくりゆっくり回してね。やっぱりハイブリッドをかなりソラパートに移るまでね、今はもう現時点で45秒ぐらい経っているんですけれども、結構ゆっくりゆっくりしっかり削ってますよね。ここで壁開け。この壁開けっていうのもすごいですよね。あえて回すんじゃなくて壁開けして、クイーン入れることでね、しっかり対空砲、要はアチャクイーンが回ってしまうと、対空砲の破壊ができなくなってヒーラーがやられてしまうんでね。で、ここで反対側からバーバリアンキング。このバーバリアンキングたちもうまいですね。ここで能力発動して、対空砲をしっかり破壊と。
ギリギリですけどね、ギリギリ対空を破壊しました。でここで、反対側にラバーを突っといて、レイジで一気にアーチャークイーンが施設を破壊していってます。もうこの時点で残る施設がかなり、少なくなってるっていうか、もう なんていうのかな、かなり、両サイドが削れてますもんね。さあここで空パート突入です。各施設に 2,3 体ずつっていうのがしっかりできてますね。こうすることで、対空砲の方向にしっかりバルーンが、集まってくると。フリーズでしっかり施設を4つとも破壊、4つとも固めました。うまいな。実際フリーズ使ってみるとわかるんですけど、結構ねこう攻めてる時ってわたわたするじゃないですか。特にタモール10って扱うユニットが多いのですごく忙しいんですけれども、そこでもしっかりこう精密に、フリーズを打っていってると。でもこの最後のフリーズなんか全然使わなくてもいいフリーズですよね。ラバーハウンドが1体残った状態で、全ての防衛施設破壊という感じで、かなり余裕のある、アタックですよね。すごい。アチャクインのクロークも今使いました。という感じでですね、あっさり全開を取られてしまったんですけれども、やっぱり海外のタウンホール10の人たちってなんでこんなにうまいんだろうっていうぐらい本当にうまいですよね。もう一つ見ていきましょう。この人、さっき今見た人のリプレイなんですけれども、星6取って、で、2回目っていうか今回の攻めはさっきとは全然違うんですよね。まあ、一言で言うとクイヒーネクロラッシュです。さっきはね、クイヒーハイブリッドだったんですけれども、今回はクイヒーネクロラッシュ。ネクロが援軍にも入っていて、15体ぐらいのネクロを使ってね、もう一気に、こんなにネクロって破壊力あるのかってびっくりしました。タウンホール10になってね、もうほんと毎日が発見の嵐なんですけれども、ここからね、この壁開けもうまいですよね。さあ、こちら側からはゴレット、ウィザード。これもほんとサイドカット用ですね。これでしっかりサイドカットして、中心部にこのヘイスト。このヘイスト面白いですよね。このヘイストで、ウォールブレーカーと、ネクロをね、一気に加速して、相手のアーチャークイーン、そして、ウィザードとね、やっつけるんですよね。このヘイスト面白いですね。このヘイストなかったら多分、骸骨、スケルトンがやられて、ネクロが召喚している間にやられちゃうんでしょうけど、ヘイストを使うことでね、スケルトンがすぐに敵の方向に向かうので、ここのネクロのね、ネクロ結構本体もやられてるんですけれども、ここの中心部でのね、ネクロプラスのレイジの破壊力っていうのがすごくて、インフェルノとは一気に焼いちゃうんですよね。でその間にもクイヒーが、インフェルノタワーから攻撃を受けずにですね、進んでいってるので、やっぱりクイヒーでタウンホール9と10で一番違うのは、インフェルノタワーにアチャクインがターゲット取られた時、これも回復ができなくなりますので、非常にやりづらくなります。なんで、それをいかに克服するかっていうのがタウンホール9と10の大きな違いですよね。で今回の場合は、ネクロを使って、ネクロラッシュで一気に中心部、レイジーネクロで、インフェルノタワー2本破壊しました。結構クイーンをね、中心部に近づけないみたいな攻め方もあるんですけれども、今回の場合は、うまくネクロを使ってね、インフェルノタワー破壊して、クイーンにはインフェルノタワーが行かないようにという攻めですね。すごいな、本当にすごい。はい、ということでね、今回ベトナムクランのリプレイ3つ見ていったんですけれども、やっぱりタウンホール10の全開取りたいですね。早く取りたい。はい、ということでね、ちょっと星2、まだね、カンストから星2っていうのも安定全然していないので、早めにカンストから星2を安定させて、全開チャレンジまでどんどん練習していきたいなと思っております。まずはフリーズのレベルをね、頑張ってあげようと、言ったところで今頑張っているんですけれども、タウンホール10に最近なったって方もね、結構そのツイッターとか見てるとよく見るので、まあ、タウンホール10になったばかりの方はね、一緒にこう勉強していって、頑張っていけたらなと思っているので、ぜひね、ご視聴よろしくお願いいたします。ということで、今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。